こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、真田昌幸の戦績について解説していくぜ。戦国時代の武将だね。戦国時代に活躍した武将には、大きく分けて武勇に秀でたものと、知略謀略に長けたものの二つのパターンが存在している。中にはその双方に通じた英傑もいるけど、知恵で立ち回る者は血に長ける者の武勇が欠けるのが定説だ。その代表例が、石田三成だぜ。三成は頭の良い文官だったけど、仲間内の折り合いが悪かったことで有名だね。仕事最優先の姿勢があだとなって、関ヶ原の戦いで実質的な西軍の対象となる者の周囲の指示を取り付けることができずに敗北。三成にもう少しだけ統率力と攻撃力があれば、もしかするとあの戦いで勝っていたのは西軍だったのかもしれない。なぜなら、関ヶ原の戦いでは、前哨戦の時点である有能な武将が東軍の本体を長時間食い止めるというお膳立てを行っていたからな。それを活かしてもう少しだけ合戦を長引かせていたら、勝敗は変わっていたかもしれないね。そして今回の主役は、東軍の足止めを実践していた智将、真田昌幸だ。この動画を見ると、昌幸と東軍の総大将だった徳川家康の長きにわたる因縁がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。真田昌幸は俗に、表裏卑怯と呼ばれている武将だ。これは今で言う、卑怯の元となったような言葉だけど、ネガティブな意味合いじゃなく、相手方をまんまと騙すとか食わせ者としての才能があるといった意味合いの褒め言葉だぜ。戦国時代は調略で駆け引きを行うことも多かったし、それが成功したら無駄な血を流すこともないもんね。また、いざ戦となれば地方で作戦を練ることで味方の被害を最小限に抑えることも可能だったから、こういった二つ名を与えられていた昌幸は敵味方双方からかなり評価されていた、と考えていいだろう。実際に昌幸はその知略を用いていくつもの戦を生き残ってきたし、家康との直接対決でも圧勝、その息子である秀忠との戦いでも勝利を収めている。さらに、その家康がとうとう一度も勝つことができなかった甲斐武田氏、その武田氏の家臣でもあったのが、この昌幸なんだぜ。昌幸は徳川家にとって、まさに天敵中の天敵でもあったわけだね。そんな昌幸だけど、実はそもそも家督を継承できる立場ではなかった。彼が生まれたのは1547年頃と考えられていて、土豪だった真田氏の三男坊として誕生しているんだ。長兄、次兄と二人の兄がいるから、三男の彼には家督の継承はありえないことだね。そこで7歳の頃に甲斐の武田氏に人質として供されることになって、そのまま武田信玄に仕えることに。甲斐の名手の下でその軍略や内政手腕を目の当たりにしたという経験が、彼の才能を引き伸ばしていったぜ。なるほどね。そして武田信玄が当主だった時代、昌幸はその氏族である武藤氏に養子入りしていた。1561年には、第四次川中島の戦いに参陣。この頃の名前は武藤騎兵であったとされ、侍大将として活躍していたようだ。ここでの具体的な活躍は不明だけど、この時点で15歳前後だからすでに元服して出陣していたとしても違和感はないだろう。武田氏といえば、戦国時代においても屈指の戦闘力を有していた勢力だ。特にその最盛期を担っていた信玄は、各地の大名をも脅かす存在だった。それは終わりの急進勢力の当主、織田信長にとっても同じこと。信長もまた、信玄にはほとほと手を焼いていた。そこで徳川家康と同盟を組み対抗していたわけだけど、その折に家康は武田方に停滞打撃を食らうことになった。それが1572年から開始された、成城作戦だ。ふむふむ。信玄はこの頃から三河方面にまで遠征を行って、一気に勢力拡大を画策している。これを食い止めるために織田、徳川連合軍も対応したけど、手だれ揃いの武田に対して同盟軍は劣勢に立たされることになったぜ。あの家康が窮地に立たされるなんてね。中でも危なかったのが、三方ヶ原の戦いだ。信玄の策略にはまって戦いやすい土地に布陣し終えた武田軍の前に進軍してしまった徳川軍は、その猛攻にさらされた。たまらず家康らは居城である浜松城に撤退したけど、この際に浜松城の防衛力を見抜いた武田家臣団の面々は、このまま総攻撃に移行することに反対したとされていて、その中には昌幸も加わっていたようだ。結果的に、本拠地への直接攻撃は行われることはなかったぜ。ということは、昌幸らの進言が通ったと見て良さそうだね。1573年。成城作戦の最中にあって信玄の病状が優れず、武田軍は全軍を引き上げることになった。信玄は帰路にあって命を落とし、その家督は武田勝頼が継承することに。昌幸はそれ以降この勝頼に従って、引き続き武田軍の武将として活躍するわけだけど、
勝頼は先代よりもいささか武勇に欠けた人物だった。だから戦国時代にその名を轟かせた武田という名は、勝頼の代で途絶えることになってしまったぜ。それは残念ね。そしてこの頃、正幸の父、行綱が死去。家督は兄が継ぐことになったけど、ここで不運が真田家を襲った。1575年に織田、徳川連合軍を相手取った、長篠の戦いが勃発すると、正幸は他の二人の兄と共に参陣。ところがここで長兄、次兄双方が討ち死にしてしまった。正幸自身は無事に撤退できたけど、心痛は相当なものだったことだろう。でも悲しんでばかりもいられないよね。真田を立て直すためにはやっぱり当主が必要だもん。新しい真田の当主の擁立は、本来三男だった正幸に任された。これを後押ししたのが、長篠の戦いで唯一戦死を免れていた、武田四天王最後の一人である高坂正信だ。先代当主、武田信玄に仕える旧臣からも太鼓判を押された形で、正幸は真田姓を再度名乗ることを許され正式に真田を継承することになったぜ。長篠の戦い以降、織田、徳川連合軍は武田に対して繰り返し攻撃を行っている。前回の戦いで主要な武将をほとんど失ってしまった勝頼は追い詰められて、一時は家康の正室を巻き込んだ大規模な調略も計画していたものの、これもその正室と家康の嫡男の死という形で阻まれてしまった。後がなくなった武田に対して、1582年には連合軍側の遠征、甲州征伐も実行に移されることになったんだ。いよいよ武田の戦国大名としての最後が近づいてきたのね。甲州征伐に際して、もはやまともに直接対決を実施するほどの兵力がないと考えた正幸は、主君の勝頼に対して甲斐そのものを一時見捨てて上野の東方面に逃げることを提案。ところが勝頼は上野への撤退はせず、逃走ルートにはなかった軍内の岩櫃城を目指して移動していた際に、武田家臣の小山田信繁が主君を裏切ってしまったんだ。これによって退路も断たれた勝頼は結局、織田家臣の滝川一益の一団と対決を余儀なくされ、とうとう追い詰められて自決してしまったぜ。武田宗家は最後の最後で家臣に手のひらを返された結果、滅亡となってしまったのね。裏切りの現場に正幸はいなかったけど、彼の提案を勝頼が飲んでさえいればこの悲劇も防げていたのかもしれないぜ。信長に恭順する羽目になって3ヶ月後の同年6月2日、本能寺の変が勃発して、なんと信長が死んでしまうという事態に、旧武田領を統治していた織田の家臣団は浮き足立って、中には領土を取り返そうとした土豪らに殺される武将も発生。これが俗に、天正神後の乱と呼ばれる出来事の始まりだ。信長が死んだことで、彼に追われていた武田維新たちも続々と表舞台に復帰して、真田に迎合していく者も多かったようだ。ふむふむ。6月19日には、沼田城に北条氏素直が進行して滝川一益を退けている。正幸は名目上はまだ織田の家臣といった扱いだったから、撤退する一益を一応は退路に送り届けた。そして上野に織田も北条もいなくなったのを見計らうと、すぐに沼田城の奪回を計画したぜ。無事に成功したのかな？ああ。6月21日に、またも叔父の矢沢らいつなに沼田城を奪回させている。ところが、ここで想定外の事態が発生。10月になって、北条と徳川の間で和睦が成立してしまったんだ。この和睦にはいくつかの条件があったけど、その中に、甲斐、信濃徳川、上野を北条に切り取るものとする、との一文が当事者である真田家不在のまま、勝手に決定してしまったんだ。そんなことして大丈夫なのかしら？これに激怒したのが、当然正幸ら土着の士族たち。自分たちの住んでいる土地に侵攻してきた連中の和睦で、なぜ自分たちの土地が割譲されなければならないのかということで正幸は怒りを覚えたぜ。そりゃ無理もないことだよね。家康にしてみれば、正幸はせっかくまとまりつつあった和睦の条件に、難癖をつけてかき乱す厄介なトラブルメーカーのような人物。その上もともとは味方ヶ原で自分たちを軽くひねった武田軍の中にもいた、苦手な武将でもある。家康はとうとう独力で武田を一度も圧倒することはできないまま信玄が没したわけだから。そういうトラウマもあって正幸に対しては家康なりに、相当対応に頭を抱える部分はあったのかもしれないな。そうだね。家康に対して公然と対立姿勢をあらわにした正幸。これに対して家康も1585年に改めて沼田を北条におとなしく引き渡すように要請。ところが正幸はそのためには相応の領地を新たに提示されなければ応じることもできないと誇示して、とうとう家康も交渉は諦めてしまうことに。ここに来て正幸は、やがて徳川が自領に攻め入ることを予期していくさ備えを行った。改めて上杉に協力を仰ぐために、人質として雪村を差し出して従属の姿勢を見せた。そして同年8月、
徳川と北条はおよそ7000名を動員しての、真田征伐に打って出たぜ。第一次上田合戦の開幕だね。今回の出征で徳川軍には、鳥居元忠、大久保忠世といった、家康にとっては長い付き合いの家臣を動員している。ただこの時点で徳川四天王のような主力は不在。あくまでもこのぐらいの布陣で対処できると侮っていたようだ。随分と舐めてかかったのね。真田方の兵はおよそ2000名。圧倒的に劣勢で、さらに正幸の居城である上田城は、この当時まだ完成していないからいろんな意味で勝つのが難しいように思える情勢だった。ところが蓋を開けると、上田城を中心にいくつかの市場に入った真田勢は、籠城ではなく積極的に打って出て、局地的なゲリラ戦に終始した。地の利を知り尽くしている関係から戦いはすぐに真田有利となって、徳川勢は徐々に疲弊していったぜ。うんうん、それで、徳川勢も奮戦し上田城の本丸を目指して前進はするものの、二の丸止まりで攻勢に押し切られてついに瓦解。敗走の最中には矢沢勢も追撃に加わって、さらに徳川勢が逃げ込んだ先の河川の堰を切られてしまい、大勢の兵が溺れ死ぬという失態を犯してしまった。結果としてこの戦いでは徳川方1300名の死者が出たのに対し、真田方はわずか40名の死者で抑えているぜ。策略的にも正幸が干渉する形となったわけだね。徳川勢の状況を知った家康は、さらに5000もの援軍を差し向けることを決心。そしてこの増援の中には徳川四天王の数とである井伊直政も含まれていて、ここで主力の投入となった。かつての赤備えを実際に目にして、信玄が彼らを運用する様子を確認している正幸にとってはこれもさほど相手にはならない。とうとう増援も含めて、徳川勢は撤退していくことになったぜ。すごう？貨幣の場合の王道となる作戦、籠城を選択せずにゲリラ戦に終始した手腕は、徳川を手玉に取ったこともあって諸大名の関心を買うことになった。特に秀吉に近い大名からの興味は多かったようで、これが原因となって正幸はやがて勃発する天下分け目の戦いでも豊臣について、家康の敵として立ちはだかることになったぜ。あっという間にその名声を高めることになったんだね。信長の死去後に、謀反人である明智光秀を討ったのは羽柴秀吉だ。秀吉はこれをきっかけに次期天下人に名乗りを上げることになって、豊臣姓を名乗って君臨。時勢を見極めた上で、もともと上杉とも関係性が近かったこともあって正幸は豊臣に従うことを決心。その際に、またしても正幸は次男の雪村を使ったんだ。ほうほう。一方で家康は、自分に大打撃を与えた正幸に対して恨みを抱いていた。1586年7月、家康は真田正幸征伐のために出陣している。これを食い止めたのが、新たな名手である秀吉だ。秀吉はこの征伐を中止とさせ、その傍らで家康の顔も立てるために正幸にも少しだけ不利な条件を負わせたんだ。一体どんな条件だったの？家康への寄り気となるというものだ。秀吉の命令なのでこれには正幸も首を縦に振るしかなく、不肖ながらも家康の元で寄り気としての立場に甘んじることになったぜ。1598年8月に秀吉が死去。これによって豊臣家中では家康がその勢いを急速に増していって、一部の家臣団からも増長について忠告をされるなどしつつも、着実に次の天下人になるための歩みを進めるようになっていった。その影響力は維新団の中でもトップクラスで、やがて家康は出資を拒絶した上杉影勝相手に軍を編成するなどの強硬な手段にも出るようになったんだ。徳川維新団と家康が対立することは予想していたのかしら？そのあたりは想定していたようで、ちょうどこの時期に長男の信行に対して家康の下で徳川家臣として生きるように要求している。すでにこの頃、信行は徳川四天王の一つのである本多忠勝の娘をめとっていたため、徳川氏との関係も深いものとなっていたからこの要求はすんなり通ったようだ。一方で次男の雪村は石田三成の盟友でもある大谷義次の娘をめとっていたため、引き続き正幸と共に、豊臣との関係性も重んじる立場だった。こうして兄弟は立場も明確に異なる形になったけど、これは真田の地を後世に残すことを考えた上での正幸の意向が働いたとの通説が有名だぜ。9月6日、秀忠が指揮する本隊が3万8千もの兵を率いて上田城への攻撃を開始、対する真田軍の兵数は2000から3000と、前回同様かなりの過兵だ。そのまま戦っても到底勝ち目がない兵力差だね。秀忠としてはさっさとこれを撃滅して父の松本陣を目指したかったことだろう。ところがそう簡単に話が進まないのが、この正幸を相手にした戦の条例だ。父、家康に続いて、息子の秀忠までもがこの地で大いに翻弄されてしまうことになったんだ。何があったのかしら？秀忠はまず、抵抗をやめて徳川に恭順するように正幸に要求。
交渉役には息子の信行が当たったとされている。これに対して正幸は、到着した東軍本隊を前にして降伏もやぶさかではないという態度を示した。ところがいざ交渉を開始してみると、正幸は秀忠を挑発してみせてこのまま一戦交えても構わないという態度すら見せたんだ。秀忠も焦っただろうね。要は徳川本隊が家康と合流するのを少しでも遅らせるため、まず交渉段階でもなるべく時間稼ぎをするというのが正幸に与えられた重要な任務だったんだ。そうとは知らずに挑発に乗ってしまった秀忠は、とうとう上田城を開陣に返す決意を固めて、ここに、第二次上田合戦が開幕することになったぜ。なるほど、足止め作戦だね。圧倒的多数の兵を率いて上田城攻略に打って出た秀忠だけど、進攻は全く進まずに、そうこうしているうちに関ヶ原の本陣にいる家康からも早急に合流するように指示が下った。これを受けて秀忠は正式に上田城攻略を諦め、少数の兵を現地に残して急いで本陣目指して移動を開始。結局今回も、真田は徳川に勝利した形になったぜ。戦においては、徳川はどうにも正幸には一歩及ばなかったということだね。本来の目的である足止め、この任務をしっかりと全うした正幸は、急いで転進する東軍本隊を見送りながら、今回の勝利に気を良くしたことだろう。あとはこのまま西軍本隊が東軍の本隊合流前に戦果を上げていれば、もう豊臣方の勝利は間違いなしだ。実際に正幸は、三成の勝利を概ね予想していたという資料もある。関ヶ原の戦いは9月15日に開戦となって、秀忠の到着はさらに2日後の17日。これだけ本隊の到着が遅れれば、東軍の苦戦は必至だぜ。確かに。ところが、ここに正幸も想定していなかった事態が待ち受けていた。戦が始まった15日午前はそもそも西軍が有利な情勢で、その意味では正幸の読みは当たっていた。でも家康は、事前に西軍の主だった将に調略を持ちかけていたんだ。このため戦闘中に西軍から諸将の裏切りが多発。正幸の次男、雪村の舅である大谷義次も、この戦いで裏切りに走った4つの部隊に押し切られて、とうとう自陣している。関ヶ原の本戦は15日の夕刻までに数勢が決してしまい、石田三成は敗走。家康は秀忠の本隊到着を待たずして次の天下人となることが、これで決定したんだぜ。西軍本隊が1日持たないというのは、さすがに正幸にとっても想定外だったはずだね。終わってみれば、東軍の逆転勝利。裏切りに加担した武将らは家康からも撃傷され、大将の石田三成は捕獲された後に死罪となった。こうなってくると、上田城にも危機が及ぶのは明白。まして家康はこれまで、三方ヶ原の戦い、第一次上田合戦の二度にわたって正幸にボコボコにされていて、直近の、第二次上田合戦では息子の秀忠が新参を舐めさせられているからな。家康にとっては、これでとうとう遠慮なく正幸を処罰できる日が到来したわけだね。家康による正幸への要求は、領地の没収。さらにはこの度歯向かった正幸、雪村両名の死罪だった。この処遇を知らされた正幸は、すぐに上田城の守りを固めた。死罪に応じる気はさらさらなかったということだろうけど、それも当然だぜ。これまで自分に戦で勝ったことがない家康の命令なんて、聞き入れるつもりもなかったんだね。だけど、家康の決定に対して思わぬ横槍が入った。本田忠勝が明確にこの処遇に反対して、真田親子の除名を嘆願したんだ。正幸の長男である信幸の舅としての情愛もあったのだろう。実際に忠勝は正幸を気に入っていたようだから、婿の悲しむ顔もなるべく見たくなかったのかもしれない。また、信幸自身も除名嘆願をしていて、結果として家康も死罪を適用することを諦めることになったぜ。と入っても、やっぱり無罪ってわけにはいかないよね。だから家康は正幸らに対して、高野山への帰郷するように命令した。住み慣れた丘陵を去る際に正幸はよほど悔しかったのか。口惜しい。こういったことは家康にこそやってやろうと思っていたものをと涙ながらに語ったとの逸話もある。こうして長年の功績の一切を捨てる羽目になった正幸は、上田城を追われて入るのみとなったんだぜ。高野山に到着した正幸はその麓にある細川という地で暮らしていたけど、ここはとても寒い土地で当時としてはかなりの高齢だった正幸にとって極寒地獄のような環境だった。自分のこれまでの栄光を思い起こせば、なぜ自分に勝った試しの家康などにこの仕打ちを受けなければならないのか。きっと毎日そのようなことを考えて過ごしていたはずだぜ。きつい晩年を過ごしたんだね。窮地に追いやられてとうとう家康を打倒する機会を得ることもないまま、正幸は10年にもわたって九度山に縛り付けられ余生を過ごした。その間に、近々また豊臣維新団が家康との戦を行うという予言めいた話もしていて、これは後に、大阪の陣という形で現実のものになった。
だけど正幸がこの戦いに参加することはなかった。1611年6月4日、病に苦しむ余生を送っていた正幸はこの日、死去した。享年65歳だったぜ。正幸が工藤山にてとうとう病死したことを知った家康は、それでも彼を冷遇し続けた。息子の信幸が父の葬儀をするための許可を願い出たものの、家康はこれを決して許さなかったぜ。その相手が死んでもなお恨みを抱き続けているなんて、すごい執念だね。これで家康が真田の陰に怯えず枕を高くして眠れるかというと、そういうわけでもなかった。1614年、正幸の予言通り家康は豊臣維新団を撃滅させるために再び大規模な合戦を仕掛けた。この時豊臣方に、一人の浪人が加わった。その男こそ、亡き正幸の意志を継承した次男、雪村だったんだ。真田が豊臣に加担した一報を聞いた家康は動揺して、父か、子か、と慌てて尋ねたそうだぜ。家康は正幸が本当に死没したかどうか半信半疑だったということか。この戦いは二度に分けて行われて、まず最初に勃発した、大阪冬の陣では東軍が概ね有利、寄せ集めの西軍は苦戦を強いられた。だけど、同年12月3日に勃発した、真田丸の戦いは別だ。真田丸は雪村が建造を指揮して完成した防衛の要のような出城で、ここに殺到した東軍を次々に蹴散らすという戦果を見せた。これには様子を見ていた家康も慌てて撤退を指示するなど、豊臣方においての数少ない勝利事例となっているぜ。大阪冬の陣の終結後、豊臣、徳川間で一旦和睦が締結されて、この際に豊臣軍の本拠である大阪城の堀が埋められて丸裸となり、さらに真田丸も破却されてしまった。これで豊臣はますます追い詰められてしまったけど、家康も次の戦で完全に豊臣を滅亡させる気だった。続く、大阪夏の陣は1615年に勃発、この際には雪村も引き続き豊臣方として参陣している。5月7日の、天王寺、岡山の戦いでは、天王寺口に雪村が布陣して幕府軍と対決。正午になって雪村は真田隊を率いて突撃を敢行し、これによって幕府方は蹂躙され大名にも死者が出る状況となった。そのまま真田隊は家康と秀忠のいる本陣に肉薄。勢いを止めることができないまま、一時家康もとうとう自陣を決心するほどまでに本陣は混乱したぜ。その結果、どうなったの？数で圧倒的に勝る幕府方が、次第に体勢を立て直して反撃に成功。これによって雪村も退却し、その後自陣したと伝わっている。この戦いでは唯一、家康が真田に勝ったわけだけど、本来兵の数は圧倒的に幕府軍が優勢。なおかつ豊臣の本拠地は裸同然だったから、そういった状況でもなお真田に苦しめられたということは、この時すでに最晩年に差し掛かっていた家康にも大きな精神的負担を与えたことだろうな。ほうほう。でも家康はこの、大阪夏の陣でとうとう敵の本丸を破壊し、秀吉の子にして豊臣方の総大将である秀頼の排除に成功。この後すぐに亡くなったけど、ギリギリのタイミングで徳川幕府の最大の敵の排除に成功したぜ。そして、秀忠に後の治世を託すことになったのね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。